今朝の4時か5時ぐらいで、もう今俺も酔っ払ってたんだけど、俺の日常のこの趣味の YouTube だから。でもなんかお前太ったとか言われてもめんどくさいから、ヘルシーな飯寝る前に食やす。これと、いやほんとさ、これまずこれね。でなんかね、なんかで見たんだよね、これほうれん草いいって。これほうれん草と、これ今カットしたのささみ、だいぶストロング、もうね15缶ぐらい飲んで今酔っ払ってるんですけど、それでまだ濃いめのハイボール飲みます。なんでダラダラ会話でもしていきやーす。どっち先焼いた方がいいんだろう。あ、多分肉の方が、そうか、これまずこれ、いきやーす。なんかさ、ちょっとちっちゃくする。なんか俺も今ダイエットしてるのよ、ダイエット。なんかセンスないよね。なんかお前太ったとか言うやつってセンスなくてモテない男って言うじゃん。なんかお前太ったとか、そんな発言っていらなくてね、言う必要ないんだよ本当に。うん、逆に女の子にちょっと痩せたって言った方が絶対モテるし、いや太ったって言われてもいつまで可愛いねって言えば終わるのに、なんかお前太ったとか言われて腹立つから。俺もね、いや俺も今痩せる理由って、次のミュージックビデオのためにちょっと細くなろうと思ってるだけで、痩せる必要ないんだけど、キモいんだよね毎回。なんか会うやつに龍太太ったって言われるのが嫌で、嫌ではないけど、もう答えるのがめんどくさくて、センスねえなお前と思って、今このささみと、これなんだよ、ほうれん草。なんかほうれん草いいらしいんだよ、さっきなんかで YouTube で昨日見て、まあちょっと、いやもりもりなんだけど、いいのかな。なんかセンスないじゃん、なんか太ったとか言うやつって。なんかマジでセンスないから、俺は絶対言わない。ちょっとこれしょ、なんかほんとね、ノンカットから、ほんとに俺の日常だから、これ日常ね。だからほんとになんかね、食えんのかなこれ。ほうれん草って僕あんま口にして食ったことないから、ちょっと今朝の4時か5時ぐらいで、まあ何でもいいんだけど、まあ、そんな感じだね俺の人生って。よし、全然わかんない、いつ食えんだろうこれって感じで。この動画何なんだろう、これあげるけど、俺が言いたいのは、今酔っ払ってるけど、なんか女性とかに太ったっていう発言はキモいよっていう動画、そんな発言いらねえからマジでね。言われた女性だってさ絶対いらない、いや言わなくていいでしょ、言われた方もね。太ったとか自分が一番わかってんだからさ、言う必要ねえんだよ。だからそういうのも俺もめんどくさくて、毎回さ会う人に龍太太ったとか、だから俺今痩せるから、痩せるとか、いやミュージックビデオ撮るから痩せるけどね。だからもうこれ見て、この減少油とさ、このなんだっけ、これセセリじゃんあるけど、なんだっけ、ほうれん草と、これなんだっけこれささみと、これ多分醤油とさ、もうこれだけでもういい、これでいいでしょ、これでもう食って、もうね俺は寝るよ。もうなんかもう疲れたからさ、お前太ったと言われるのもうね、いちいち返すのめんどくせんだよ本当お前らに。太ったって良くない、逆にぶっちゃけいちいちうるせえんだよもう本当に。だからこれ食って、ストロングじゃないか、ハイボールか、これね。俺の今日日常だからさ、俺の趣味の動画見てくれてありがとうって感じで、これほうれん草でこれ包んで、これやつ、うまっ、うん、うまい。あれ、ほうれん草って僕、うまいんだね。これ知らなかったよ。なんか YouTube で見たから、なんか痩せるみたいな。いいね。
うん、これめっちゃ絶対いい食品じゃん。もう最後にもう一回食うわって感じで俺の日常あげるから、この趣味のこの YouTube。 いただきます。うん、です。今ストロング十何本飲んだ後のこれうまいね。また更新します。